大体2分でわかる忍びの一時。甲賀の当主に会わせてください。映像出せ。たった3人で何しに来やがった。皆さんは先に行ってください。ここは任せて。確かめたいことがあります。どうして母は死ななきゃいけなかったんですか。お前の母親を殺したのはただ邪魔だったからだ。これでも私を許せるか。あなたと話すことはもうありません。録音録画全て完了しました。安忍長、突入の許可を。許可する。総員突入。あとは安忍の仕事です。おとなしく裁きを受けてください。まあいい。お前の行動には何の意味も価値もない。大切なものを守るのは残そうとする意志だ。命を懸けて次につなぐことが生きるってことなんだよ。あなたは理不尽から逃げただけだ。どんなに苦しくてもそれでも生きるんだよ。お前は優しいな。全部俺一人がやった。いいな。そんじゃな。いるわけないだろ。